では2022年第3回の英検2級のですね、3の C 長文をやっていきますと。で、問37ですね。まずこれ何聞かれているのかを確認した後、第4段落に行って、全部読んでいって、選択肢に戻って、これ選択肢見ていきますと。で、37、問いを見ていきますと。Special equipment needs to be used in order to ブラブラブラっていうのはなってますね。で、選択肢はこんだけありますと。で、ここの need to と、to be used to が一緒になってるのがちょっと難しいですかね。まずばらしていくと、Special equipment needs to fix a car。Special equipment は needs 必要であると。何のためにっていうと、to fix か、そのカーをfix するために必要であるっていう、need to ですね。っていうのと、special equipment is used to fix the car。special equipment っていうのが、その車を修理するのに使われる。これ受け身ですね。is used。何のために to fix the car。っていうのが、これミックスになっているのが本文ですね。スペシャルエクイプメントっていうのが、needs to be used。使われる必要があると。in order to 何かをするために。で、問いは、何々をするために、スペシャルエクイプメントが使われる必要があるっていうことなので、つまりはスペシャルエクイプメントは何のために必要なんですかっていうのを意識しながら、本文を読んでいきますと。まず最初の文章ですけど、単語を見ていきますと、by listening、ブラブラブラで、by ing で、何々することによってって、意味があります。本文では、by listening for the noises で、その音を聞くことによってっていう、意味になりますと。behavior は、行動とか態度とか、そんな意味ですね。これ別に有名じゃないんですけど、play、遊ぶっていうのと、この behavior はぜひ覚えておいてほしい。behavior で、合わせて遊びの行動みたいな感じで意味を取れるといいのかなと思います。be able to do で、何々することができるですね。can と一緒。で、本文では、主語、s were able to、ブラブラブラで、s は何々することができたという過去形ですね。ここが were になっているので過去形ですと。で、identify、確認するとか、特定するとか、そんな意味ですね。ちなみに、名詞形が identification。これ身分証明書ということですけど、日本語でも ID って言いますね。ID は実は、identification のことで、これ意味は身分証明書ってことです。で、さらに、a wide range of、ブラブラブラで、広い範囲のほにゃららで、みたいな意味になりますと。range が範囲っていう意味がありますと。で、本文では、a wide range of animals。広い範囲の動物って意味ですね。で、本文では、さらに in がついてて、in a wide range of animals。広い範囲の動物の、中でっていう意味ですね。これは、なんでこの中でっていうのがあるのかというと、本文をバーッとちょっと抽出してみると、ちょっと時制変えてますけど、The researchers identified laughter と。researchers、研究者たちは、laughter、笑いっていうのを、identified、発見、見つけましたよと。で、どこで見つけたかというと、in a range、ある範囲の中で見つけたんだよと。だから in が使われてるんですね。で、さらにそれは、どんな範囲なのっていうと、of で主食して、in a range of animals、動物っていう範囲の、中で見つけたんだよということで、この in がね、あるわけですね。で、さらにちょっとこのあたり、見ていくんですけれども、ここがちょっと難しいですね。まずですね、ここの noises が、修飾されています。made by other animals。修飾されています。the noises。で、このノイズはどんなノイズかというと、made、作られました、発せられました、other animal によって発せられたノイズ。他の動物たちによって発せられた the noises。その音っていう意味になります。で、これの、考え方としては、本当は、こういう感じで、the noises。were made by other animals。その音っていうのは、were made、発せられましたよ。誰に？ other animals。他の動物たちによって発せられましたよって、これ普通の受け身です。この時に made 発せられたというのがあるので、これが元になって、こんな風に修飾されるんですね。で、本文ではどんな風に使われているかというと、by listening、
まあ、何々を聞くことによってですね、by は手段。何を聞くのかというと、listening for the noises。まあ、その音を聞くことによってっていう意味ですね。で、このまあ noises をまあ修飾してて、どんな音なのかというと、made by other animals と。まあ、他の動物たちによって発せられた音を聞くことによってっていうね、意味になっていきますと。あとまあ、during ですね。これまあ何回も出てきてますけど、まあ何々の間にという意味があります。during とセットで覚えてほしいのが while ですね。during の後はまあ名詞が来ますと。while の後はまあ SSV、まあ文章が続きます。主語、動詞ですね。これまあ詳しく、英文解釈問題24のね、2級でやっておりますので、まあぜひ、よければこちらも一回見てみてくださいと。今回は during なので、laugh at というね、まあ名詞がちゃんとね、来てますよということ。で、まあ、本文いきますけど、まあ、by listening ね、何々を聞くことによって、何を聞くのかというと、for the noises、その音を聞くことによってと。で、これさらに修飾されていて、どんな音かというと、made by other animals と。まあ、他の動物たちによって発せられた、まあ、音を聞くことによって。で、さらにこれ、during で修飾してて、どんな時に発するのかというと、during play behavior、まあ、遊びの行動の時に、まあ、他の動物たちが発するその音を聞くことによってっていう、ね、意味になります。で、the researchers were able to identify、まあ、何々することができました。identify、まあ、見つけることができました。何をかというと、laughter、笑いをまあ見つけることができましたと。まあ、どこで見つけたのかというと、in a wide range of animals、まあ、非常に多くの種類のまあ動物たちの中で、まあ、笑いというのが見つけることができたよという、ね、意味になります。はい、まあこの文章ですね、まあ、そんなにまあ難しくないと思うんですけど、まあ、例えばね、for example の場所がまあ嫌な場所にありますね。文頭ではなく、なんか文の、ね、間に入ってますよね。これまあ日本人混乱してしまいますね。まあいろんな文章を、ね、読んでると、まあ、こういうのにもまあ慣れてくるかなと思います。で、あとまあ click ね、という単語使われてますね。clicking noises。これまあカチッと音がするとかね、そんな意味ですね。マウスのクリックとかのクリックです。はい、まあ本文ですけど、dogs for example、まあ犬は例えば、breath loudly、まあ大きい音で息吸いますと、it's when they play、まあ彼らが遊ぶとき、そして and dolphins、イルカっていうのは make special clicking noise、まあ発します何を、special clicking noise、まあ特別なカチカチってする音をまあ発しますよってね言ってます。はい、まあ次の文章もちょっと難しいですね。まあ、まず単語としてですね、the laughter-like sounds、まあ。これまあ意味は笑いのような音ですね。laughter-like、まあ、笑いのような音ですね。で、文章全体の構文なんですけど、まあ、緑のとこが修飾となっているってことに気づければ、青のとこがまあ文章の核となります。まあ、それ見ていくと、in the case of rats、ネズミですね。ネズミのケース。ネズミの場合、どうなのかというと、the laughter-like sounds、まあ、笑いのような音っていうのは、are too high for humans to hear。まあ、高すぎるんだと。人間にとっては。聞くには高すぎるんだよってね、ことを言ってますと。で、まあ、さっき飛ばしたこの緑の部分なんですけれども、まあ、関係代名詞。で、二分が一分になってまして、その関係代名詞の、まあ、ウィッチが、まあ、省略されているってことなんですね。で、まず、その二分を、まあ、見ていくんですけど、一文目が、the laughter-like sounds are too high for humans to hear。まあ、さっきやった核の部分ですね。laughter-like sounds、まあ、笑いのような音っていうのは、とても、まあ、高すぎるんだと。人間にとって、聞き取るには。っていう一文。もう一つは、they make the laughter-like sounds when they are touched.Gently っていうまあ文章ですと。この they は rats ですね。ネズミたちは、make します。the laughter-like、まあ、笑いのような音をまあ発しますよと。いつかというと、when they are touched gently、まあ、彼らが、まあ、gently、優しく、まあ、なんかタッチ、触られたときに、まあ、そういう音を発するんだよという、ね、文章です。で、この the laughter-like sounds と、ここの the laughter-like sounds がまあ一緒なので、一つを、まあウィッチにして、本当はここにあるんだけど、まあ、前に持ってきますと。っていうまあ文章があるんですけど、本文はこのウィッチをまあ省略しているっていうね、F になっておりますと。で、まあ、それ踏まえて本文をまあ持っていきますけど、in the case of rats、まあ、ネズミの場合どうなのかというと、laughter-like sounds、まあ、笑いのような音
で、まあ、これ修飾して、これはまあどんな音なのかというと、they make。ネズミがまあ作るんですね。ネズミがこれを作ると。いつ作るのかというと、when they are touched gently。まあ、ネズミがまあ優しくタッチされた時にまあ発する音だと。で、the laughter-like sounds っていうのは、are too high。とても高くて、for human、人間にとっては高いんだと。だから、聞き取れないんだっていうね、意味になります。はい、まあ1行目ですね。まずまあ単語として、まあ detect、見つけるとかね、探知するが、そういう意味です。で、equipment、これはまあ設備とか装置とかね、そういう意味ですね。で、まあ本文ですね。The sound can be detected with special equipment。で、まあその音っていうのは、まあ can be detected。まあ見つけられることができるんだよ。with equipment。まあ特別な装置で、まあ見つけることができるんだよってね、意味になりますね。これ、まあここの special equipment を、まあ主語にすると、the special equipment は can detect sounds ってまあなりますね。この装置っていうのは、そういうことできます。何？ディテクト。まあ、見つけることができます。その音をっていうことですね。で、まあ、本文でこのサウンドが、まあ、主語になっているので、まあ、can be detected。まあ、見つけることができるんだよ、みたいなね、意味になっておりますと。で、ちなみに、まあ、このディテクトね、見つけるとか探知するですけど、名詞形でディテクティブ、探偵っていう、まあ、意味がありまして、名探偵コナンはですね、英語でですね、ディテクティブコナンと、まあ、言います。はい、まあ、次の文章ですけど、まあ、単語、まあ、見ていきます。conclude、まあ、結論付けるっていうね、動詞ですね。で、conclusion、これがまあ名詞です。evolve、これはまあ進化とか発展とか発達するってね、意味ですね。まあ、本文では、laughter began to evolve as signal。まあ、ちょっと難しいですけど、まあ、笑いっていうのは、began to evolve。まあ、発達し始めたんだよ、と。まあ、どんな風にっていうと、as a signal。まあ、シグナルとして、まあ、発達し始めたんだよってね、意味になります。で、まあ、have fun。楽しむっていうね、動詞になりますね。have fun とかで、まあ、楽しんでとかね、そんな感じで使えます。あと、are you having fun？ まあ、楽しんでる？で、まあ、返答として、yes, we are having fun。うん、楽しんでるよ、みたいな感じでね、こんな風に、まあ、使えます。で、ここ、have concluded ね、現在完了が、まあ、ありますよと。現在完了は、まあ、経験、継続、完了のね、3つですけど、まあ、今回はまあ、完了かなと思いますね。まあ、意味としては、researchers は have concluded。まあ、結論付けました。まあ、ざっと以下の内容を結論付けましたってね、意味になりますと。で、まあ、何回も言ってますけど、まあ、現在完了ちょっとややこしいときは、まあ、have とって元の形に戻すといいですね。そうすると、the researchers concluded that ってなって、まあ、研究者たちは、で、conclude。まあ、結論付けました。何を、that 以下を、まあ、結論付けましたっていうのは、まあ、見えてくるかなと思います。で、まあ、ここの緑の部分が難しいですね。まあ、ちょっと前のスライドでちらっとやったんですけれども、まあ、laughter began to evolve as a signal to others と。まあ、as が何々としてっていう意味ですね。as a signal to others で、まあ、他人へのシグナルとしてね。as a signal、シグナルとして、で、to others、他人へのですね。で、ここを見ていくと、laughter、これが主語ですね。笑いっていうのは、laughter began to evolve、まあ、進化し始めたんだと。で、どんな風にかというと、as a signal、signal ね、まあ、メッセージみたいなのね。メッセージ、シグナルとして、まあ、進化し始めたんだよと。で、これは誰に対してかというと、to others、まあ、他人へのシグナル、他人へのなんかメッセージとして、まあ、進化し始めたんだよってね、意味です。で、まあ、ここの that が非常に難しいんですけど、この that で何かっていうと、このシグナルを、まあ、シグナルの内容を説明してるんですね。で、ちょっとまあ、下の方に行きますと、例えばですね、as a signal that they can relax and have fun っていうと、意味は、まあ、シグナルとして、メッセージとして、で、このメッセージの内容が that で表せてて、どんな内容かっていうのが述べられてるんですね。で、メッセージの内容は、They can relax and have fun。まあ、リラックスして楽しんでいいよっていうね。っていうシグナル。っていうメッセージ。っていう構文ですね。本文ではここに to others。他人に対してのっていうのがあるので、ちょっと非常にわかりにくくなってるんですけど、まあ、一緒で、as a signal to others。まあ、他人に対してのシグナル、メッセージ。で、その内容っていうのはどんなメッセージかというと、They can relax and have fun。まあ、リラックスして楽しんでいいよっていう他人への
シグナルとして、まあ、ラフターっていうのは進化し始めたんだよというのがね、本文ですね。で、まあ、初めから本文いきますと、The researchers have concluded that、まあ、研究者たちは、まあ、that というかのことを、まあ、結論付けました。何を結論付けたのかというと、Laughter war began to evolve、as a signal to others。まあ、笑いっていうのは、began to evolve、まあ。進化し始めたんです。どうやってかというと、as a signal、まあ。シグナルとして、まあ、メッセージとして進化し始めました。このシグナルは to others、他人へのメッセージとして。で、さらに、that でこのシグナルの内容、どんなシグナルなのかというと、メンバーその内容が they can relax and have fun。あの、まあ、リラックスして、まあ、楽しんでいいよっていうね、内容の、まあ、シグナルです。っていう意味です。はい、次の文章、まあ、単語ですね。a variety of ブラブラブラで、まあ、多くのなんとか。本文では a variety of reasons。まあ、多くの理由。で、まあ、使われてますね。あと、まあ、非常によく見るのね、wide が入ったりしますね、ここに。で、a wide variety of food とか、よく使いますね。まあ、様々な種類の料理。これよく出てきますね。あと、have much to do で、まあ、何々することがたくさんあるという意味ですね。I have much to do とかね、私すごい忙しいんだという意味ですね。本文では、have much to learn about ブラブラブラってなってて、まあ、何々について学ぶことが、まあ、たくさんあるという意味ですね。I have much to learn about English とかだったら、まあ、私は英語に対してすごいいっぱい学ぶことがまだまだありますよとかね。そんな意味ですね。で、まあ、ここの for は、理由ですね。for なんとか。何々のためにっていう理由です。まあ、本文では、human laugh for a variety of reasons。まあ、人間っていうのは笑いますよと。何のために for a variety of reasons。まあ、いろんな理由で人間っていうのは、まあ、笑いますよねっていうね、そんな意味ですね。で、あと、まあ、ここですね。まあ、ちょっと間接疑問になっているので、まあ、ちょっと語順が変わってきますよと。本文では、researchers still have much to learn about how this behavior evolved。まあ、researchers っていうのは、まあ、まだ、これ強調ですね。まだ、have much to learn about。まあ、いっぱいありますよ。学ぶことがいっぱいありますよ。何々に関してってね、意味ですね。で、何に関して学ぶことがあるのかというと、how this behavior evolved。どうやってこの behavior、まあ、この行動、まあ、笑いですね、つまり。笑いっていうのが、まあ、進化してきたのか、それについて、まあ、学ぶことが、まあ、いっぱいあるよってね、言ってますと。で、まあ、これ間接疑問なので、まあ、こういうふうに語順になってるんですけど、まあ、もともと普通の疑問文にしたらこうですね。How did this behavior evolve?まあ、どのようにこのまあ behavior、この行動、まあ、つまり笑いなんですけど、笑いっていうのがまあ進化してきたのかっていうのがまあ普通のね、疑問文です。まあ、間接疑問もですね、まあ、まあ、慣れかなと思います。こういう文章いっぱいいっぱい見ていったら、なんとなくですね、バーッと読んで意味取れるようになってくるかなと思うので、まあ、いっぱいいろんな文章をぜひね、読んでみてください。まあ、以上を踏まえて、もう一度初めからいきますと、by listening for the noises。この by は手段ですね。by 何々することによって、listening for the その音を聞くことによってっていうね、意味です。で、この noise が修飾されて、the noises made by other animals と。まあ、他の動物たちによって、まあ、発せられるその音。で、さらに、いつその発せられるのかというと、during play behavior。まあ、遊びの行動の時に他の動物たちによって、まあ、発せられるその音を聞くことによってってね、意味ですね。聞くことによって、The researchers were able to identify、まあ、何々することができました。identify することができました。何を laughter、笑いをまあ見つけることができたと。まあ、どこでかっていうと、in a wide range of animals、まあ、多くの動物たちの中で、まあ、そういう笑いっていうのをまあ見つけることができましたと。Dogs, for example. まあ、例えば犬とかだと、breath, loudly. まあ、すごく大きく、息しますと。when they play,、彼ら遊ぶときは、そして、and dolphins make special clicking noise. イルカっていうのは、まあ、特別な clicking noise.、まあ、カチカチするような音を、まあ、作ると。まあ、発すると。in the case of rats, ネズミの場合はどんなかというと、the laughter-like sounds.、まあ、笑いのような音。
で、これは後から詳しく説明してて、まあ、どんな音かというと、they make。これはまあネズミですね。ネズミがまあ発するんだと。いつ、when they are touched gently。まあ、ネズミたちがまあ優しく触られた時にまあ発するんだと。で、この the laughter sounds、laughter-like sounds っていうのは、are too high、すごくまあ高いピッチで、for human、人間にとっては、to hear。で、まあ、聞こえないんだよ。高すぎて聞こえないんだよっていうね、意味です。However、しかしながら、the sound can be detected、with special equipment。まあ、その音っていうのは、can be detected。まあ、見つけることが、探知されることができますよ。何で？ with special equipment。まあ、特別な装置で、まあ、検知することができますよと。で、the researchers have concluded that、まあ、リサーチャーズたちは、ざっと以下の内容を結論付けました。何を結論付けたのかというと、Laughter began to evolve as a signal to others。まあ、笑いっていうのは、began to evolve。まあ、進化し始めました。どうやってかというと、as a signal to others。まあ、他人へのシグナルとして、まあ、進化し始めたんだと。で、that でそのシグナルはどんなシグナルかっていうのを説明してて、signal that they can relax and have fun。まあ、リラックスして、まあ、楽しんでくれたらいいよっていう、まあ、メッセージとして、まあ、進化していったんですね。で、of course、もちろん、human laugh for a variety of reasons。人間っていうのは、まあ、笑います。for a variety of reasons。まあ、様々な理由で、まあ、笑いますよと。So, researchers still have much to learn about how this behavior evolved. まあ、だから、リサーチャーズたちは、still、まあ、まだ、いっぱいありますと。to learn、学ぶことがいっぱいありますよ。何々に関してかというと、about how this behavior evolved。どうやって、この behavior、つまり笑いですけど、笑いが進化してきたのかっていうことを、まだまだ学ぶ必要があるっていうね、意味になります。で、まあ、選択肢の1ですね。まあ、in order to から始まるんですけど、何々するために、in order to measure the signals in humans' brains when they laughed。で、まあ、測るですね。何を測るのかというと、the signal。まあ、サイン、信号とか、信号とかシグナルを測る。どんなのかというと、in humans' brain。まあ、人間の脳の中に、まあ、ある信号とかシグナルを拾うんだと。で、いつそれは拾うのかというと、で、when they laugh。で、人間たちが笑った時に、まあ、それを測るんだって言ってるんですけど、まあ、そういった話はしてなかったので、これは、まあ、×になりますと。次、in order to recognize the different noises made by dolphins と。recognize、まあ、認識するとかですね。何を認識するのかというと、the different noise。まあ、異なる音ですね。音を、まあ、認識するためだと。で、このノイズってどんなノイズかというと、ノイズ made by dolphin。イルカによってまあ発せられた音をまあ認識するためにって言ってるんですけど、そういったことはまあ本文で述べられてないので、これまあ×になりますと。で、まあ3番ですね。まあちょっとこの辺見ていきますか。The laughter-like noises で、そのまあ笑いのような音ですね。っていうまあ意味になりますと。あと、noises of A kind of animal。まあ、ややこしいんですけど、まあ、ある動物の音ですね。で、まあ、この2つをひっくるめて、The laughter-like noises of kind of a animal。まあ、ある動物の、まあ、その笑いのような音っていう、まあ、ちょっとややこしいね、日本語になりますと。で、まあ、選択肢なんですけど、In order to observe the laughter-like noises of kind of animal と。観察するためですね。何を、まあ、観察するのかというと、これ。The laughter like。ある動物のその笑いのような音を、まあ、観察するためだって言ってるんですけど。で、まあ、まさにこれが述べられていたので、これがまあ正解となりますと。で、次ですね。In order to identify the exact reason that a human is laughing と。identify は、まあ、識別するとかですね。何を識別するのかというと、the exact reason。まあ、これ強調かな。まあ、理由ですね。ドンピシャの reason。理由をだと。
で、どんな理由かっていうと、reason that a human is laughing。まあ、人間が笑う理由ですね。理由を、まあ、アイデンティファイ、識別するため。つまり、まあ、人間の笑う理由が何なのかっていうのを、まあ、判明させるためだと言ってるんですけど、これ本文で述べられてないので、これ、まあ、×になります。と